リッツ・カールトンじゃ。早く言ってよ。自慢したかった。誰に？リッツ・カールトンだって。リッツ・カールトンだって。先生、さっきの先生にも自慢しちゃった。あれしかないのかな。え、余ってくれって。こんにちは、ヨークシャルラリー、疲れさまへ。私、ゲストサービスをと申しまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はご宿泊でお間違いないでしょうか。はい、ありがとうございます。では、ご宿泊されるお客様のフルネームをお伺いしてもよろしいでしょうか。ご登録されて。様、かしこまりました。では、こちらバレー駐車場になっておりまして、はい、お車等などお預かりさせていただきまして、はい、お荷物こちらでご準備させていただければと思いますので、はい、お荷物のご準備お願いいたします。雪もちょうど溶けぐらいから綺麗に。はい、ありがとうございます。ロビーは開放感があってとてもいい雰囲気です。せっかく泊まるならと思いまして、早め15時過ぎにホテル到着。宿泊客の到着が集中する時間帯でしたので、ウェルカムドリンクいただきつつプラプラしてチェックインの順番が来るのを待ちます。車で到着してからチェックインまで複数名のスタッフの方に応対していただきましたが、必ず何々担当の何々です、よろしくお願いいたしますと名前をおっしゃられてから接客されていて、とてもとても丁寧な印象です。
ち立ての洗面台、それぞれの引き出しには歯ブラシなど使い捨てのアミニティが入っています。使い捨てとはいえ丁寧に箱に入れられていて、その箱の一つに入っていた髪の毛を溶かす櫛が驚きでした。ちょっと器用？いや、これ櫛、あの人にプレゼントしよう。まさにちょっとこれもらっていこう。櫛？うん、やだこれ、なにこれ木よ、プラスチックじゃないよ。びっくり。びっくりかけた。プラスチックの穴、あれかと思ったわ。あらま。反転どう？反転がその中、袋の中に入ってたの？違うよ。この反転かわいい。どこにあった？え？どこにあった？あ、そこ、あ、クローゼット。洋服のかっこいいショー。持って帰りたい、これ。非売品ですから。これまたシャレてる、これマスクだよ。どうしたよ？あったしかな。どうしたんだっけな。シャレてるでしょ。バッグ？それにタオルとかを入れて温泉行くのかな。そうよ、確かに。今度おじさんにこういうの作ってもらおう。横浜のおじさん、うん、コーヒー飲む。あ、これお茶、茶器だ。これオレンジ？マンゴー。ちょっと撮ってみて。ここで宿泊費用のお話をさせていただきます。現金出しては到底泊まれませんので、今回は無料宿泊券を利用しての宿泊です。米国発行のマリオットクレジットカードを作った際にもらった宿泊券で85K、8万5000マリオットポイントまでの宿泊施設で利用できます。本日ここザリッツカールトン日光宿泊に必要なポイントは1泊6万マリオットポイント。無料宿泊券は8万5000ポイントまで行けますので、2万5000ポイントショートしてもったいない気もいたしましたが、そんな細かいこと考えていたらいつまでも無料宿泊券使えなそうと思いまして、ここで利用いたしました。それで予約していたのは6万マリオットポイントで予約できる一番グレードが下の湖が見えないガーデンビュータイプのお部屋だったんですけれども、幸いにも湖の見えるお部屋に1段階アップグレードしていただきました。ちなみにこの日湖の見えるツインのお部屋、現金支払いで宿泊する場合は1泊11万6千円でした。お茶してから着替えまして大浴場へ温泉浸かりに参ります。着替えている最中に思いましたが、木製でこんなに綺麗な太いハンガー初めてお目にかかりました。お部屋には浴衣とバスローブが人数分用意してあります。バスローブってゴワゴワして重たいイメージがあって、どうも昔から苦手ですね。浴衣はいいんですけれども、とりあえず用意してある下駄を履いて温泉へ行ってまいります。
大浴場はもちろんのこと撮影できないため感想だけで恐縮ですが、天然温泉の露天風呂と温泉ではない普通のお湯の内風呂、それからあとサウナと水風呂があるんですけれども、すごかったです。語彙力がなくて申し訳ないんですけれども、とにかく異次元です。露天風呂は薄い乳白色でかけ流しで濃い感じ、内風呂も雰囲気あっていいんですけれども、やはり露天風呂が最高でした。あと体流す場所や脱衣所、アメニティなど全てに高級感がありまして、常備してあるバスタオルなんかは極厚で肌触りが良好。普段自宅で使っているバスタオルがいかにペラペラでザラザラしたものだったのかを思い知らされました。バスタオルをはじめ小さめのタオル、その他アメニティは大浴場に使い放題のように置いてあります。私はそれを知らずにタオルなど部屋に置いてあったものを風呂敷バッグに入れて持って行ってしまいましたが、その必要はなく自分の体だけで大浴場行って大丈夫でした。そろそろご飯行くけど。はいはい、待って、待った。あ、でも私どこか。ホテル内レストランレイクハウスにて夕食いただくことにいたしました。ドレスコートなどは特にないようで、カジュアルな装いでも問題なさそうです。メニューはアルカルトとコースがありまして、コースは1人13,000円、私たちはアルカルトからいくつかオーダーしました。レストラン内からも中禅寺湖が望めます。私の背後が湖の方向です。おしぼりも分厚い。映像暗いため見にくくて恐れ入ります。肉眼だと実はもっと暗くて、日が暮れてからは結構レストラン内暗いです。食事料金やマリオットのステータス割引が効きまして、2人でトータル 12,960円でした。先ほどお話ししていた風呂敷バッグが展示されていました。価格はお一つ33,000円。リッツカールトンおなじみベビーライオンのぬいぐるみ、日光らしく目耳口を塞いだデザインです。価格は1ユニット5,000円。
部屋だけじゃなくて全部が天井高いよね。もう帰っていたら。おやすみ。もう最高、ずっと泊まってたい。私のお家ここにしたい。豊かなコンテンツと信頼できる情報をお届けしてまいります。火曜日の夜はこう変わりました。まず夜10時はドラマで正直動画です。何の仕事してるの？売ってるだけだから。備え付けの斑点、裾のところが絞ってありまして、着た時のシルエットがとても綺麗に映ります。着心地よく暖かく、普通の斑点とは一味違う感じです。かけてる？え？向こうかけてる？違うな、こっちじゃないの。今日の方向いてねえんだ、これ。あ、こうだな、あいつは。おいしい、やっぱこっちも気が好き。いつもがこうしてる。できた。おやすみ。おやすみ。して。はい、行きます。もう焼けして。やだ、かっこいい。やだ、すげえ。この2枚、薄いのと濃いの。薄いのだけでいいよ。もう、これ薄いの。すごいね。なんか、映画の世界にだ。夜明けて2日目の模様は次回アップさせていただければと思います。もしお時間ございましたらご覧いただけると嬉しいです。ありがとうございました。